今回も30分で2キロぐらい。だいぶ歩けてますね、これ。はい、こんにちは。おっさんチャンネル、どうもゆきしです。坊城です。クリビンです。よろしくお願いします。さて、前回ね、あのポケモン GO の謎の機械をね、ありましたね。はい、ありましたね。そう、紹介したんですけど、実はですね、おっさんチャンネルには美人マネージャーがおりまして、はい、こちら来ていただいてます。よろしくお願いします。その美人マネージャーがですね、もうポケモン GO 廃人なんですよ。はい。で、様々なね、チートツールを持ってるので、まあ、ここで紹介していただこうと。なんと。なかなか情報量が いろいろありますね。すごいでしょ、もうこの机の上がすごいことになってるのでね。うん。ちょっと今回のアイテムを紹介していただけますでしょうか。はい。今回のアイテムはこちらでーす。でれーん。何これ。何これ。なんか何これ。爪のようなものが。ねえ。あ、ミュウツーが捕まってるやつじゃない、うん、あー、アーマードミュウツー。アーマードミュウツーではないんです。あ、でも何これ、構造が謎すぎる。あ、なんかここにスイッチあるよ、スイッチが。本当だね。オン、オフ、オン、オン、オフ。なんか揺れますね。これは何ですか。これは自動ポケモン歩行器。自動ポケモン歩行器新型です。あら、またすごいもの持ってきた。新型ですか。はい、アップデートされたんですね。アップデートされました。どういったところが改善されたのでしょうか。改良されたのでしょうか。はい、改善されたところ、これ説明書に説明書があるいろいろ書いてあるんですが、ほうほうほう、まずスイングが左右になりました。ああ、前回はこういう感じでしたもんね。そうですね。うーん、そして体操選手みたいになってますもんね。あ、そうなんですそしてですね、2つ目、磁石がなくなりました、はあ、そういえばこれめちゃくちゃいいですね。はい、そうなんです。そしてですね、3つ目が待望のこちらですね、オンオフスイッチがなくなり、あ、オンオフスイッチがつきました。スイッチ、これがあるとすごく便利なんですよね。ここでもう制御ができますので。なるほどね。前は電源を抜き差しでしたっけ。そうですね、もう前はもうここにですね、もう直接こういう形で抜かないと電源をオフできなかったんですが、今回はもうスイッチ一つでオンオフができるようになりました。なるほどね。そしてですね、4つ目の改良点、まだあるんですか。まだあります。これ結構大きいんですよ。ガタつき解消で、前回はゴムバンドでですね、前回こちらですね、ゴムバンド、前回紹介した、前回のやつですね、この体操選手みたいな、はい、体操選手みたいにこう、こういう風に動くやつですねこれがここのゴムバンドのところに、この中にスマホを固定してたんですけど、今回はですね、ま、そうじゃなくて、あ、ここですね、爪が広がるんですね。ここにスッと入れていただく、もうこれだけでセット完了。すごい一瞬でセットができて、ボタンを押せばすぐに動くというものになります。やってみましょうか。はい、ちょっと電源をですね入れて、入れて、はい、でオンに、スイッチオン。なんか力を感じるわ。あ、本当ですか、うん、オンになってます。なってます。あ、なってないですね。じゃあちょっとオンにします。で、オンにして揺らすと、あとすっごいこれ音が静かなんです。ちょっと聞いてみてください。ほとんど聞こえない。何も聞こえない。ほとんど何も。はい、もうほとんど聞こえないですよね。聞こえないですね。今マイク、高性能マイクをもうこれ、はい、ここぞとばかりに近づけてるんですけど、うん、聞こえないですね、うん、静かです。ほとんど聞こえない、うん、静かだ。はい、これ眠れますね。これもうつけたまま眠れますね、うん、すごく静かなので、という新型バージョンを持ってきました。うん、ちなみに何言ってんだろう1時間くらいつけてるとどんな具合なんでしょうかね。1時間30分で、やっぱり同じぐらいですね、はい、前回も30分で2キロぐらいだったんですが、まあ、今回も30分で2キロぐらいと。だいぶ歩けてますね、これは。そうですね、はあ、へえ。1時間に、一応ですね、説明書のこちらにはですね、はい、1時間に平均8000から1万歩、寝ている間約60
6時間で30キロ以上の歩数を稼げるので、もうもろに書いてあるんですね。飴の確保や卵の孵化が楽になります。説明書でもう書いちゃってます。ポケモン GO 仕様ですね。飴や卵。そうなんです。なるほどね。うん。いかがでしょうか。いや。なかなか驚きました。プロ仕様だね。はい。次あの最初縦横次はもう三軸でこうなんかあるじゃないですか。NASA の訓練みたいな。ちょっと携帯がちょっとこう、すごい世界だな。いや寝てる間にこれを歩数を稼ぎたいっていう方がいらっしゃれば、はい、もう24時間歩けますので。確かに。ただこれ使ってる間ちょっと充電がちょっときついのかなっていう。そうですね。なので次のバージョンアップでは、まあそのまま充電もできちゃうぐらいの、もうここにですね、多分あのジャックか何かで。あまあ非接触型のやつもありますからね。あ、そうですね。それかスクリーンを逆さまにして上からコードを垂らすと、ここでコードがなかなかシュールないですね。ああなるほど。コードがそれを妨げない程度に動ければ、本当に24時間いけちゃいます、ね。そうですね。ちょっと、高度な技術が必要ということですね。そうですね。はい。ただやっぱポケモン起動してる間の充電は、あの、熱暴走しやすくなっちゃうので、あんまりおすすめしないですね。ちょっと話変わっちゃいましたけど。ただこれで歩数を稼ぎたい方には絶対おすすめの、ちょっとこう。でも寝てる間に8000歩歩けるってことは痩せそうですね。はい。痩せません。痩せはしないですか。痩せはしないですね。夢落ちで。すごいなぁ。これ、ここまでしてポケモン GO をやろうという気概のある人がいるんですね。はい。ちなみに、消費ワット数とかって書かれてました。特にそれを。書いた。あ、でもね、気になりますよね、これで。でもこうやって持ってるとね、なんかね、かエネルギーを感じるよ、すごく。一心宗教っぽくない。なんかね、右左にこう、なんかね、力っていうか、力学的ななんか、ね、あれを感じる。ほら、わかる？なんかさ、こう力学の法則に基づいているものではない感じがする。左右にこう電気の力で。こうなってるからなんでしょうね。けどね、一つね、なんか面白いですね。面白い。やっぱここら辺がコイルみたいなになってて、ここで電気を通してこう反発反発反発、ね、なかなか。なんか夏の自由工作とかにも良さそう。ねえ、本当だよね。俺コイルの数と太さを倍にすると携帯がもうぐるぐる回ってで、今入力が 5V を下回ると揺れの頻度が低下しますということなので、まあなかなかそれをそこまで下回ることもめったにないと思うんですけど。ピカチュウがじゃあ10万ボルトやったらもうすごいことになっちゃう、ね。ああ、もう一瞬でもうどうなる回転しちゃう細い電流のなんか波ができちゃうんじゃないですかねえ。10万アンペアだったらとてつもない技なんですけどね、10万ボルトなんで、あの汗かいてなければ大丈夫です、あ10万アンペアだったらすぐ死んじゃいますけど。なるほどね。はい。ちなみにこちら導入されていかがですか、ポケモンライフは。そうですね、あの外に出なくなりましたね。最近ギフトも開いてくれないじゃないですか。そうなん、外に出ないので、もうアイテムもいっぱいだし、でギフト開いてもね、っていう感じで、あの夏は暑いんで引きこもってこれに入れてスイングしてる様を見るという、鑑賞用になってます。なんか太陽光でこう首振るやつはありますね。そんな感じでポケモンの卵を。それいいですね、太陽光が、次はあたりこのコンセントもなくなるかもしれないですね、もしかしたら。5V くらいだったら太陽光でいけちゃいますよ ね。もうそれだったら逆にあの太陽光パネル腐るほど余ってますので、全然いけると思いますんで、第3弾に期待しましょう。でもこうクリリンもガジェット好きじゃないですか、はい、だからこの
箱ちょっと燃えません。箱がいいですね、このそう、あの香港のシャムスイホとか、あとはね、うん、台北の高架市場とか行ってこんなんいっぱいありますけどねこの裏のこのね、怪しさがいいですね。WeChat とかね、アリババとかのロゴが出てて、ここにね、シャオミスポーツのね、あのフィットネス用のアプリのね、ロゴまで書いてあると、何のためにこれを使うんだろうな。フィットネスと逆じゃんなと思いますけどね。すごいこれ。その雰囲気がいいですね、本当に。これ非常にこう箱が独特というか、解像度が悪い。ああ。いいですね。謎キャラクター。キャラクター。謎キャラクター。中華感があっていいですね。ねえ。ポケモン GO をイメージしてるんだろうね。中華ガジェットの本家本丸って感じがしますね、このね。ねえ、本当にね。趣がある、これっていくらぐらいするんですか、普通に買おうとすると。これはアマゾンで2000円ぐらいですかね。いや安い、5色選べる。選べますねでもこれでね、卵孵化できるなら2000円の投資は安いって思う方、そうですね、多いと思います。孵化装置を買うこと考えたら、まあ安いと思いますね。なるほどね。癒されますね。なんか見てたいね、これね。なんかほんの少しだけここってシュッコシュッコって音がするね。いやでもよくアップグレードされましたね。バンドがなくなったこと、爪ができたこと、次はスイッチもついて、ね、前回のやつから比べれば相当、なんか前回の割と力技感ありましたもんね。ね、なんかこの重しまでつけたこの後ろのところに重しが乗ってて、でこれをこうやったらまあ揺れるわな、そうですねね、最初は多分磁力の反発で、今回はコイルを利用されて、なんか次は太陽光はいかがでしょうかっていう、はい、そうですね、はい、ぜひこれ皆さんも使ってみてください。はいちなみにおすすめですか、これは。そうですね、iPhone では動作確認できているので、 iPhone ユーザーの方はぜひ使ってみていただけたらいいかなと。特にもうこの旧式使ってる方はですね、この旧式使ってる方はもうすぐに乗り換えてもいいぐらい価値があるんじゃないかなと思いますので、個人的には音がしないのは結構いいかもしれないね。そう、こっちは結構音がスッコスッコって。あ、そうなんですね。ずっとしましたもんね、というわけでね、おっさんチャンネルでした。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。